か迎えにドアを開けるのも今日が終わりと不意に思い出し泣けてきたのよ突然に確かに箱を押さないで世間の車じゃなかっただけどそれが何なのせめて今夜はお酒飲ませてねこれで他人になる二人せめて手料理でそんな気持ちで立ったキッチンが今の私に一つ残された遠慮いらない巻き場所ねI'm not afraid to die.